始まりました、大阪マラソンへの道2019。番組アシスタントの福本愛奈です。よろしくお願いします。さあ今回はですね、ラグビーの聖地である花園中央公園からお送りしたいと思います。で、私の後ろにありますのが花園ラグビー場。もうね、今ラグビーブームがもうかなり熱くなってて熱気で包まれております。さあそしてフルマラソンに挑戦していただくメンバーをご紹介したいと思います。それでは皆さんどうぞ。どうもそれは何顔ですか？五郎丸ボエです。いやいや、1個古いねて。え今回のプロジェクトの主役、 R1 グランプリ2018王者の濱田祐太郎。なんで見えてない俺に色の説明をしようと思ったんやろ。先天性の視覚障害を持ちながらも、それを逆手に取った毒舌で笑いの旋風を巻き起こした盲目の漫談師です。その濱田を伴走者としてサポートするのが、濱田の先輩ガオちゃんと同期の田津原リオン。フルマラソン完走経験は十分、さらに学生時代も運動部に所属していたという走れる2人です。今日ラグビーやから。いやラグビーやけど、はい、五郎丸でしょ。違うでしょ、今じゃないでしょ。いや、あのもう大丈夫ですよ。もういいですか？はい、もういいです。オッケー。いや、オッケーな、はい、はい、ここがね、一番緊張するみたいな。そう、はい、いや、一番緊張してたでしょ、はい、ありがとうございます。あ、じゃあちょっと一番念入りに打ち合わせたじゃないですか。3回リハしましたからね。熱心リハしました。五郎丸ポーズ教えるところからね。ありがとうございます。ラグビー今ね、めっちゃ暑いじゃないですか。暑いですから。そうです、日本もね、はい、かなり盛り上がりましたよね。はい、そうですね。見に来ましたからね、ワールドカップ。来たんですか？はい、すごい。アメリカ対トンガ。いや、日本ちゃうんかい、ほんで。最高の試合でございました。自分がほんまに目良くなったんかなっていうぐらい、選手大きかったです。でかく見える、でかく見えてんのかなってぐらい。もう僕らはマラソンじゃなくてラグビーで行ってもいいぐらいの。やりたい。いや、マラソンダメよ。練習しますからね、はい。大きいピーナッツ持って走るんですよね。そうですね、形がね。形がね。マラソンに集中して、はい、練習頑張りたいと思います。気持ちだけ高めてね。はい。なるほど。で、ラグビーワールドカップよりも熱い、うん、はい、コーチを。え、今日も来てます。来てます、ほんまに。今日も来てます。来てるもん。しっかり来てます。コーチお願いします。ほんまに来る？はい。こんにちは。あ、来たー。来ました。今日は来えへんかなと思ったんですけど、やっぱ来ますね。今回も登場しました、キムカツコーチ。マラソンだけでなく、トレイルラインやトライアスロンなど走ることに関するスペシャリストです。キムカツコーチの指導のもと、ブラインドマラソンの基礎から過去4回にわたって練習を行ってきました。前回は課題だった腕振りを徹底的にトレーニングし、初めてのスピード練習であるビルドアップ走に挑戦しました。ここでまたもや田津原から恒例のあれが、うん、あの腕振りスパーリング。あ、ありましたね。そうの、腕振りが すごすぎて、あの一回あの大阪城公園の芝刈り機になったっていう。いや、このシーンが一番怖いね、いつもなんか完全に芝刈り機に一回なってました。もう意味わからへんや。確かに勝ったな。うわすごい。あれ、めちゃめちゃ今回一番受けてる。ほんまに笑った時に出る音の高さ。すげえ。ありがとうございます。差し上げますので。タン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 。ギャグみたいにしてますけど。タンタンタン。気を取り直して今回のテーマは、今回はチームの絆を深めるアスレチックランニングを行っていきたいと思います。普通に走るだけじゃないってことですか？そうですね、公園の周りにですね、はいはい、遊具があるんですよ。チームでやらないと乗り越えられない障害を越えていく、はい、あのクロストレーニング効果といって、走るのにプラスしていろんな体の使い方をやることによって運動神経系がすごく活性化するんですよね。ただなかなかね、そういった遊具もですね、あの浜田さんにとってはなかなか大きな障害となるね、ものになってくると思います。浜田さんもおそらく、まあ、ワクワクドキドキしながらの好奇心がね、戻るようになるというところもありますし、ちょっと楽しみです。そうです。え、今日は好奇心を取り戻す。やっぱりね、ここへ来てもうだいぶ迫ってきてますけど。いやいやいや、そうだ、今から好奇心取り戻す。一旦ね、やっぱり一緒にやるからまた面白みが変わってきますから、はい、そういったことも含めてチーム力をね、高めていく、そんなところも大事にですね、今日はやっていきたいと思います。はい、はいはい、それではエクササイズでしっかり準備運動をしてから走っていきましょう。今回は花園中央公園の1周およそ 1.5 キロの周回コースを走りながら、その途中で障害物をクリアしていきます。
さあ、それではアスレチックランニングスタートでーす。行きましょう。よし、行きましょう。まずは田津原が先導し、ガオちゃんが絆ロープを持って伴走者を務めます。次左結構、90度曲がります。90度左です。練習を始めた当初に比べれば、絆を介しての走りに安定感が出てきたように見えます。でオンタイムリクはめっちゃ合ってます。後ろから見てて、ガオちゃん自身も最初の頃との違いを感じているようで、あ、こんなちゃんと成長してちゃんと走れるようになってきてるなっていう、その辺の手応えは多少ありますね。お互いの走り方みたいなのも練習して、結構リズム合うときはリズム合って気持ちよく走れてるなっていう瞬間はありますね。1周目を終えた一行は2周目へ。障害物のある遊具の方への、ね、2周回目にしたいと思います。わかりました。遊具の方で遊びましょう。はい、はい、じゃまずね、あの遊具それぞれね、どんどんやっていきましょうか。はい、はい、最初にトライするのは高さ1メートルほどの滑り台です。高さもそんなに高くない。そうですね、この企画のために作ったぐらいのすごいちょうどいい。じゃあ前と後ろ、じゃあ俺前行こう。前行こう、まあまあ、持ってもらったらいいと思う、ね、今ちょっとあって、はしご、ちっちゃいはしごが上がって、おおで、それラストです。フチあるよ。あ、そう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 、で、これここね、ここがあって、はい、で、この先にね、ちょっとちっちゃい輪っかくぐったら、はい、滑り台ちっちゃいのあるから、それ滑ろうか、はい、ちょっとしゃがもうか。はい、はい、滑り台はい、滑り台、いいですね。ありがとう。さあ移動。はい、移動だよ。この感じをやっていくわけですね。なるほどね。あっち遊具。続いては様々な高さの台の上を歩く遊具にトライ。なんかこの自分の両サイドに手すりが、手すりがあって、それ持ちながら真ん中に何ですかね、キノコみたいな道があるんで。道。キノコみたいな道あるんで、そこをなんとかポンポンポンと乗り越えていく。なんとかポンポン想像できました。できない、できない全然想像できない。ちょっとやから、目が見えない浜田にとって難しいのはもちろんですが、危険がないよう的確に指示を送らなければならないため、伴走者にとって非常にいいトレーニングになるのです。 OK、はい、OK、キャオじゃあ濱家、今のこれあの思ってるよりもあの、うん、キノコっていうのが正解やわこれ。知らないキノコ感強い。でも結構楽しいですね。こういうの入れると、うん、なんか、ね、走ってんのも楽に感じますね。もう一回ね、止まりながらなんで、はい、うん、はい、最初のアスレチックゾーンをクリアした一行は伴走者を田津原に交代し、再び走り出します。もうちょっとね、50メートルぐらいしたらね、上に橋があって、そこがカメラあるから、そこに手を振ります。もう打ってもええよ。ギャオ。2周目を走り終えた後、エイドで水分補給を挟みます。さあ、じゃあ3周目頑張りましょう。アスレチックなしの3周目でございます。前回よりなんか腕合わせも難しいですね。あ、腕振ってるから。あ、そうなんだ。やっぱ腕を振れるようになってるんで。だから今日は腕をちゃんと合わせるっていう方を意識して。なるほど。4キロ、4キロ来ました。4キロ来ました。4キロ通過しました。いや、疲れはめちゃめちゃ疲れてます。間に一歩挟んでるから。気は紛れてるかもしれない。確かに。3周目も走り切り、4周目で再びアスレチックゾーンに向かいます。はい、遊具やってきました。はい、ストップ。ほうほう、見たことのあるやつや、キムカツコーチがどれどれって今品調べしてます。ゆっくりと。こちらの懸垂棒を使って腹筋のトレーニングにトライします。ここでも伴走者の田津原が浜田にやり方を伝えていきます。もう一回鉄棒を握って上90度、それをゆっくりいけるようにして、そう、ゆっくり戻して、こうして、でもう一回、体強いな、2、9、筋力すごい、ゆっくり戻して、めっちゃできるやん、ゆっくり戻す、オッケー、OK、いいですね。これに同期の田津原も挑戦してみるも、だって浜田君が足上がってた。無理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 。ちょっと、お前すごいな。ガオとしてる。普通にお前すごいな。ガオちゃんは肉食芸人だけあってさすがの筋力。アイニャンは？おいおい、ガオすごい顔なってるよ。ゆっくりせな。ゆっくりせな。ほら、いけ。ほら、ほら。
何してんの？向かい向かい。全然気ないや。溺れてたよ。落ちたー。疲れました。走るより疲れました。オッケー。こっち。まだまだ遊具にトライ。次はこちらの平行棒。ちょっと振り子のように振って前にすらす左右行きましょう、はい、なかなかの筋力を持つ浜田、こちらも順調にこなしていきます。そう、すごい、オッケー、オッケー。2対しての田津原、もうええねん田津原さん、僕思いかなりプロ向きわざとできんとこもいらんよ。あの右からせーので言ってくれます、うん、私たちがせーので言ってるか自分の感覚じゃなくて。何やねん、こんなんないって、こんな休み方ないねん。ちょっと待って、ちょっと待って。2回目落ちた。ええわもう。遊具できへんキャラ、遊ばん遊ばん、一番面白かった。遊具できへんキャラ、遊ばれてますね。遊ばん、もう今日で降板してくれ。許してくれ。無理でしょ。許してくれ。これは川田さんマラソン頑張るからな。走るんは頑張るから。走るんは頑張る、これは許してくれ。じゃあ絆持つ、絆持ちましょう。帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。仲直りしました。はい、アスレチックゾーンをクリアした後、再び走り出す一行。5周目に入ったところで、さあ皆さん、はい、7キロです。結構走ってますね。トレーニング入れての7キロだから、実質90キロ。はい、左に入りますよ。過言です、過言です、過言です、過言でした。さあ皆さん、今 7.2 キロを超えたところなので、はいはい、最長記録更新です。あ、そう、なるほどね。そう、なんかしれっと超えちゃいましたね。ほんまや、行きましたね。はい、やっぱでも最初の頃よりかはしんどさみたいなのがだいぶ減ってるんじゃないですか。いや、全然減ってないです。減ってない。ほんまに分かった。ほんまに思ってたよりも泡だがネガティブなので頑張れって言ったら余計しんどくなるみたいな感じのリアクションをよくするんで、なんでその頑張れとかは言わずに楽しい会話して、まあ気づいたら走ってるなみたいな感じで、もう一緒に走っていこうっていうのはちょっと意識するようになりました。最初は何もわからない状態だった田津原にも伴走者としての自覚が芽生えていました。そして6周目、最後のアスレチックゾーンへ。ここがなんと、朝とラグビーの、はい、すごいコラボレーション。最後はなんとこの大きなジャングルジムにトライします。あ、これ四つ足でいきます。四つ足で立ったり、立ったら分かると思う、うん、感じが分かる。いや、一歩ずつ一歩ずつ3点が減ってきてる。チームで協力しながらどんどん上へ上がっていきます。最後にトライするのはもちろん、久々にした。めっちゃ楽しいやん。よいしょー。はいはいはい、あー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 、終わり。あちゃちゃあちゃちゃちゃ、どうでした？面白いの撮れました？立て直し方がシャツやん。これで全てのアスレチックが終了。スタート地点まで走ればフィニッシュです。ちょっとね、足上がるのがやっぱちょっとしんどくなってくるね。足上げた方が、あともうちょっとですからね。はい、最後の直線。最後直線です。 20m ぐらい最後の上り坂です。よっしゃ、アスレチックランニングを見事フィニッシュ。走行距離はなんと10キロを超えました。結構やっぱりこのアスレチックを挟みつつですけど、距離はいってるので、そうですね、最後の方で結構効いてきますね。川田さんはどうでしたか？いや、全身やっぱ疲れますね。やっぱ足上がりにくくなってきますね、疲れてきたら。はい、やっぱそれもね、あの、必ず出てきますから、はい、そういった時にどうしていくのかってやっぱ経験しないとわからない、はいはいはい、ね、うん、きつくなってきた時ほどの串カツの、ね、姿勢だったりとか、うんうん、そこで効いてくるわけですね。はい、はい、リズムとかですね、そういう基本的なところが一番また重要になってきます。はい、はい、大阪マラソン完走するぞ。